せーの、デニーパンドゥ。超えたらちょうど嫌な低さなのに。
から粘ったんだから。やっぱポイントを取り方的にはネットプレーに持っていくしかないのかもしれない。後のボレーも一応どっちに来るかわからないように来るから、低くボールが来ちゃった時はもうドロップする意識で、ボールが上がってきたらまあ強く打ってもいいけど、いきます。決めに行く姿勢、そう
これじゃ決まんないけどね。まず打ち込みに行く。上がってきた。決まんないな。決まんなそうだったらそこからもうちょっと出すから。決まんないっすね。あ、だって相手がいる場所に打ち込んでちゃ意味ないから、自分がそこで打つじゃない。その後違う。もしこっちにアプローチ打って次のボール来てるんだったら、ここらこっち側の手前に抜くか、こっちに強くか、まあ相手が真ん中まで戻ってきたらこっちに決めてもいいけど、はい、相手がいるとこに打っても決まんなくて次やられるから、はい、行きます。アプローチまず打つ。そう、オッケー。それじゃ取られるから、はいはいはい、これでチャンス来たよ。逆に決まりそう今のなら。いくよ、この練習しかい。くる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 。オッケー、いい、低い、いいじゃん。あ、今のコースって相手はここにいるわけよ、はい、そしたら構える位置と構える向きが大切だから、もう一回いくよ。はい、これ決めて、まずしっかり強く戻って真ん中まで来て、よいしょ、もう一回粘って、はい、チャンスチャンス。決まんない。もうすぐ構えて、簡単には決まらないから、前に出てきてすぐ戻って、誰と話してんの、いつも言ってるけど、いくよ。はい、どうする、どういう風に決める。はい、取られた取られた取られた。これじゃ決まんない、同じとこ打ってんだから。これも無理、ちゃんと当たってない。手前落として、手前落として、手前に落とす。あ、うまい。そう、深くスマッシュ打ったら相手が後ろで研究してんだから、次落とさなきゃダメでしょ、頭使って。いいよ、よかったやつはもういいから下がって、決めに来て。とりあえず絶対取れる。よし、オッケー、いい感じいい感じ。よし、次次上がってきて、上がってきた。微妙、コースが微妙。さっきと同じね、ひどい。そんなに硬い、いいよ、はい、出たよ出たよ。勢い殺すのはうまい。だからイメージとしてはアプローチ打って構えて、ボール相手に打った方をしっかり向いて、次のボール打って、次のボール打って返ってきたボールは落とす、はい、よいしょ、 OK、 入ってる、 OK、 取られた、そのコースじゃない、 OK。せーの、デリパンブー。はい、ありがとうございます。あ、嘘、やり直して、もう毎回みんなやり直すんだけど。いきます、せーの、デリパンブー。